そうなんですけども、ゲレンデ続きまして、メルセデスミーのアプリ、スマホで操作できるので、ちょっと操作方法をやってみたいと思います。お願いします。お願いします。ほんでやな。メルセデスミーのアプリがあるから、これ使ってまずいろいろこうトップ画面にいろいろ出てきてるんだけど、まずこのロックステータス状態としてはスマホに映ってる画面では車両はロックされていますと、今ロックされてると、これ開けます、ロック解除、お出てきたと、開くね、開いてる、これが開いてます、スマホのモニター上も開いてますよ、はい、全部開いてるところが赤くなってますよ、うん、でこれまたロックする、下がった、あ全部ロックされてます、はい、で車両ステータス見ると今全部ロックされてる、はい、ウィンドウも閉じてる、スライディングルーフも閉じてる、ドアも閉じてる、全部テールゲートもエンジンフードもパーキングレーンも全部閉じてる閉じてる閉じてる、開けられてますとなってますと、細かくなってます、でここでウィンドウが今閉じてるんでウィンドウ開けます、はい、お開いた、こんな感じに開いた、開きます、はい、なんで後ろ全開せんのかよくわからないですね、まあ、こんな感じで、はい、開きます、では次、ここのスライディングルーフ、ここやね、はい、ここ今閉じてるけども、これが今閉じる開くだけじゃなくて閉じる換気位置開くってあって、はい、換気したかったら、まあ、換気位置がピッと出ます、だからスライディングルーフが換気モードに、あ、ちょっと開いた、ちょっとだけそこ後ろちょっとだけ開いて、はい、換気状態になります、はい、でここからちょっと時間かかるな、え、押せるんですか、いや、あ、いいだ、でここが今換気時になってて換気されてるところが赤くなってるんだけど、はい、これを全開にします、なら全開になりますよと、はい、全開になったらこの画面も完全に赤くなってます、はい、閉じます、閉じた、閉じた、閉じました、お、こっちも反応した、ほんで今全部今ウィンドウだけが開いています、はい、ウィンドウも閉じたかったらここで閉じるを押すと全部閉じますよ、はい、で、まあ、見れるのが他に言うと、まあ、ロックステース、ウィンドウ、スライディングルーフ、車両数、タイヤの空気圧見えへんけどな、見えへんけど、まあ、こんな風に家の空気圧とかも画面で表示されます、うんうんうん、んであと何個、トリップデータ見ると今の走行可能距離とか燃料レベル、今まで走った走行距離、で今日エンジンかけてからどんだけ走ったって感じかな、今の今日の平均燃費とか今までの平均燃費が出てるわ、走行時間8日と19時間40分って書いてあるけど、え、走行時間これがずっと走ってエンジンかかってる時間ってことやな、あ今まで全然やな、全然意外とですね、そんなもんよね車って、日1時間乗ったって30時間やもんな、って考えたらそんなもんか、そんなもんなんですね、この車で静岡とか行ってキャンプしたりしてもそんなもんなんですね、その時だけ伸びるだけで、ね、街中走ってる時間と思ったらそんなもんなんですね、もんちゃう
で、今鍵が開けれて、窓が開けれて、ルームも開けれたりするんやけど、はい、状態とか、あと車の位置も確認できるのかな。1こう、今車が、どこにおるかっていうのわかんない。今の位置バレてまうけど、はい、神崎川に止まってる。神崎川、うん、だからこれどっかに止まっててもわかると。それは確かに便利ですね。これはアプリとつながってる意味がありますね。ここ日本やから盗難あるんか。そういうわけで前回の動画見てくれた隠し機能で対処法を伝授したからみんな使ってくれてると思う、はいはい、うん、でほんま、別料金なのでその、別料金、そのシステムを買わなきゃいけない。スマホでエンジンもリモートでかけることができる。え、便利。それ入れてないから、それ買ってないからできへん。お金がいるんですか。そうそう、年間で7,800円。あったらかかるんだ。こんな暑い時にちょっと車ここ止めてどっか行きましたと、こんな暑かったらもう10分20分でも車の中はもう暑い暑いなんて、ね、そういう時にこの今回のこれにはついてないけど、リモートエンジンスタートというの、はい、鍵は全部閉まってるけどエンジンだけスタートしとく、うん、で冷房をかけとく、あ、すれば帰ってきて入っても、はい、ああ気持ちいい、涼しい状態、この暑いなっていう機能があったりする。だから冬場の寒い時でも言うたら自分が出発する家を出る前にエンジンかけといて車内を暖かくしといて行くと寒さ知らず快適っていう機能があったり。あったんですね。これは有用です。それは知らないな、うん、まあ、それは知らないな、はい、基本的にそうなの。使わんもん。使いたい人はまあ有料です、うん、知らなかったですっていう感じかな。他なんかあるかな。もう車さえもスマホで操作できちゃうなんて。せやな。あ、進んでますね。はい、あともう一個あるのが、例えば開けっぱなしでこれ今が出るけどね、例えばこれ車開けっぱなしの状態で放置されてると、はい、メールするですから連絡が入ってます。あ、そうなんですか。鍵閉め忘れてますよ。何分後に来るかがちょっとわからんかもしれない。でも古いんだから、例えば窓が開いてる、はい、ちょっと開いてでも通知が来ます。そうなんですね、うん、なんかしつこく来ます。以上、メルセデス・ミーのアプリの使い方でした。ありがとうございました。ありがとうございました。